はい、白夜極光やっていきます。つってもね、今日はガチャ回すだけだけどね。ガチャ回すだけっつうか、なんだよいきなり白夜極光の実況をやるのか、いきなりって思うでしょ。いきなりっていうか、ずっとやってました。実はついやめられずにずっとやってた。この時間は眠るべきものは眠り、はい、こういうトップ画面でございますね。一時期うざいぐらいなんかアニメっぽい感じの CM してて、まあその時期とあとスマホが壊れたのもあって、なんか面白いアプリねえかなと思ってちょっと入れてみて、それでずっと触ってる。ログイン日数をね、今見たらね、43日とかやってた。怖っ。そんなにやってるイメージなかったね。でも43日もやってました。語ることはそんなにはないかな。なんかね、絵がね、綺麗です。それから男キャラと女キャラがね、まあ半々はいかないか、3対1ぐらいの割合で出てきて、なんかね、女ばっか出るキャラゲームよりも、ちょっとある程度男キャラが混ざってる感じのね、そういう感じがいいかなっていうところもあるんですけど、まあゲーム内容もまあまあ面白いですね、このゲームはね。4色に現れる大量のパネルをこう、一筆書きなぞっていって、ほいでまあそれで、そのパネルの色に合わせたキャラクターが攻撃していくみたいなね、一風変わった感じの、まあゲームスタイルになってて、それもなかなかお気に入りなんですけどね。このゲーム一つ何があるとすると、ストーリーがよくわかんねえ。ストーリーがよくわかんねえ。きっとこれが私の人生なんだろう。鳥かごの中をこのウリエル面白いっすね。私の胸は深いであり。なんかね、すぐやめようと思ったんだけどね、このね、ウリエルっていうキャラが一応サイコレアなんですけども、当たってなんか、このキャラがほっとけなさすぎて、消せなかった。ほっとけなさすぎてね。怖いんだよ。なんか、やたらのネガティブシンキングすぎて怖いんですけどね。じゃあまあ、とりあえずね、今回の、まあ、やる目的だったガチャをやっていきましょう。ガチャのためにやったんだ。で、なんなら、1枚当たっただけだと使い物にならなかったりするけどね、この、ウリエルに関しては、2回被ったから、累計3枚引いたんかな。3枚引いて、なお、必要な性能を発揮できてないという状態で使ってるんですけどもね。今回はこの、イベント限定みたいな感じで、ヒーロー&滝というのがなんか、イベント限定なのかな？よくわかってないんだけど。まあ、せっかくね、なんかガチャ石がいっぱい溜まりまくってるんでね。一回3000で引け、10連できるんで、今15000あるので、50連できるはずです。50連プラス、まあ、プラス4回分かな。プラス4回分できるはずですね。当てよう。ここで戦力補強しよう。もう十分強いんだけどね。十分強いんだけど。無課金で十分強いんで、もう、まあまあ満足してゲームできてますけどね。ガチャしましょう。やっていきましょう。男女の割合がどうのこうの言ってたけど、こういうなんか、こういうのは、こういうキャラはいらない。こういうのはいらない。男キャラでもなんかもうちょっとあるだろうっていうね。まあいや、女性のなんか、そういう層を意識してそうな、なんかこう、キャラなんだよな、男がな。引くぞ。いっ。オレンジ色かこれ。オレンジ色に見える？オレンジなら当たりなんだ。黄色なんだら外れだぞ。インピープ。まあ、最低レアですね。これも最低レアですね。オフィラ。絵がめっちゃ綺麗よね。ソルラド。持ってますね。オティ。持ってますね。これも、あとはもういいや。黄色でした。よく見たら黄色でしたわ。つまり、黄色色は、星5なので、最高レアなラインですね。オレンジ色が当たりなんです、このゲーム。こいつめっちゃ好き。このセレウコスってやつ。こいつのエピソードめっちゃ好きだった。なんか、
周りのやつらになんか疑われる目線投げられて、なんか疑いを晴らすみたいなエピソード、これこのキャラ好きなんですけどね。ただ星さんなんでめちゃくちゃ弱いんで使えないんですけど、使い道はないんで戦場には送り出せないんですけどね。あー残念、当たりなし。まあ星5は十分使う、なんなら星4も十分使えるんですけど、欲しいのはそれじゃない、欲しいのは今回の最高レアが欲しいので、残念な、もう一回回すことになるね。ヒーローを引くまで、いや石がなくなるまでやりますよ。いきます。てててて、てあーもうダメだ。これがオレンジ色だったら当たりなんですわ。これがもう紫の時点で最高レアが星4までしかないという。これで出てくる最高レアが星4までしか出てこないと。これがオレンジ色じゃないと、星5ではないというね。全部スキップだ。全部スキップだ。初めて見る。なんだこれ。いいっすね。いい感じのキャラっすね。OK。誰も使わん。いや、一人このボンバーは主力デッキに出るから使ってもいいか。あともう3回、30回しか引けないのが怖いな。取れ高なしで動画を上げることになる。いくぞ。何色かな。オレンジじゃないか、これは。よし。あ、もう一回。手が動揺して手が。来い。おー、これは当たったんじゃないのかな。ヒドライ。訪ねてくるなんて思いもしなかったな。自己紹介は面倒だ。別にヒドライ持ってるからいいんです。いらないです。そして、デッキでも使ってないっていうね。水デッキで使ってないっていうね。アリスも、なんでか使ってるね。貴重な回復用に。お、ついに何が当たるんでしょうか。こうして出会えたのも何かの縁です。しばしの間、私と我が鋭角があなたを。鋭角って何？後ろの竜のこと。当たりました。やったー。どうする？まだ求める。まだ追い求める。突するために。どこにベクがいるんだ、ベクが。これ、幻突しなくちゃいけないからね。もう少し引いてみますか。せっかくなんでね。エビは、やればいいです。やるぜ。このキャラに、全部投げてみよう。水着イベントが始まったとしてもね、今後、それはスルーになる。ああ、ダメです。オレンジじゃない。黄色止まりだ。どう飛ばしたろ。はい、で持ってきゃですね。そしてヒドライが当たっただけですね。よし。あともうこれラストだな。10連ラスト。いきます。えい。頼むぞ。おっ、当たってますね、何かが。おお、ヒーローかそうでないか。お初にお目にかかります。何なりとご用命を。ご用命を。クロウ、このね、ロゴエンブレムがね、1キャラずつにエンブレムがあるっていうのね、地味にすげえと思う。うん、
ヒーローって今一瞬見えた気がする。ヒーロー2枚目来た。ヒーローって言ってるね。ヒーローね。わかった。ヒーロー。ヒーロー。最近のライブ 2D はすごいよね。ライブ 2D のことなんかわかんないけどね。動くからね。しっかりなんか動くよね。ウサギさんがいっぱいいる。満足、満足じゃ、シルバー。満足じゃ。ヒーローがこの2回も、ヒーローが2回も。欲しかったキャラが2体も。ウィー、いいんじゃないでしょうか。日頃の行いがいいからね。日頃の行いがいいから、こうやってちゃんと当たるんですわ。言っとこう。言っとけ、言っとけ。早速どこまで強化できるかちょっと見てみよう。ちなみにこれ今、所持キャラたちです。所持キャラです。まあ、基本的に火と水しか育ってないという、そういう感じなんですけどもね。どこだ、これか。これね、育成がめちゃくちゃめんどくさいんですわ。育成が。目標にまた一歩近づきました。ほい、覚醒できる。指針を捨てる必要があるようです。指針、毎ターン開始にヒーローが居合状態となり、ヒーローが居合状態となり、次の通常攻撃で敵に 110% のダメージを与え、さらにその周囲の十字方向4マスに敵に 70% のダメージを与える。わからんねえな。何をするんかよくわからんな。だらら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 。目標にまた一歩近づきました。これでも足りない。もうちょっと。ちょん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 。よし。目標にまた一歩。これでもう一つレベル上げれるか？ないね。進化素材がね、めちゃくちゃ手に入れにくいんですわな、このゲームな。そこなんとかしてほしいなと思うぐらいですね。技を上げると、これが130、居合状態で与えるダメージが少しずつ上がっていくと、最大は160ということになるらしいです。突破していくと。突破。これが、その、いわゆるさっき言ってた、幻突ってやつで、ノーマルの状態だと一つで、で、幻突状態でなくても一つはいける。一つは進められるんだけど、この次がね、この次が、カードのダブりがなければ、進められないって感じなんで、だから4突しないと、一番最後の、技のダメージが 40% も上がるのか。それは4突したいわな。火力が上がんねえじゃねえか。まあいいや、先制攻撃になるらしいですね。まあ1突でいいからしとくべきっていうのはこのゲームの感じですね。まあよかった。2回いけてよかったね。OK。2突すれば、HP が300プラス 5%。 3突すれば防御力が40プラス 5% アップ。4突した時にやっと新しい技が解放されると、そういうことですね。試し切りを、せっかくなので試し切りと、まあこういうゲームですっていうのを紹介していきましょう。イベントステージ見たい？まあそれはいいでしょう。そこまでこの実況に気合入れてやったりはしないんで、そこまであれしたりはしないので、草属性なんで草。デッキのどこをいじろうかな。ここ。おヒーローに。運命を書き換えよう。トップに。隊長に。よし。いきます！強いかなと。まあ、このステージ自体がめちゃくちゃ簡単なとこなんで、苦戦することも何もないと思うけど。かっけえ。必ず使命を全うします。
でも全然周りに緑がない。これは見にくいですね。自分の存在が見にくすぎるね。よいしょ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 、ここです、ここです、はい、よし行ってみましょうか、行ってみましょうか。敵全体に200のダメージを与える。命中した敵が2体以内の場合、このダメージもう1回。あ、倒せない。なるほどね。選択した2マスを森属性の強化マスに変え、それぞれのマスから十字方向最大範囲に 200% のダメージを与える。結王奏霊。こうと、こう、こういう感じか。いや、使いやすいね、これは。これは使いやすいね。でも使わずにいいよ。ウェーブがまだあるか、残っているか、使わずにいいよ。の、ぬお。ちょっと、たわねえな。でも、しょうがないか。たわんな。よし、まあいいや。強いんかな。ピンピン。なん、ん？こういう感じで進めていきます。はい。じゃあヒーローの必殺技を見せて、ヒーローの、こうと、こうかな？これで、うん。いい範囲いくんじゃないかな？ほい。地味。そしてそんなに強くないね。そんなには強くないね。あー、どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。えい。そんなに強くないな。居合状態にしてみる。居合状態になったかどうかわからない。はい。ほい。という感じで。ようわからんけど、ようわからんまま、居合状態がよくわからんかったね。居合状態になってるかって言ったらなってなさそうな感じだったね。よし、まあこんな感じでしょ。当たったんでね、当たったんでね、よかったよかったという感じで、だらだらと続けてる白夜強行でした。皆さんも機会があれば入れてみてください。まあまあ楽しめると思いますけど、育成がマジで苦痛なので、うん、そこそこ当たるし、そこそこ当たる、そこそこゲーム面白い。育成がマジで鬼畜な感じのゲームです。あと使えるキャラ5人一色で揃えるのが結構難しかったりね、ゲームとして結構難しい設計をしてますけどね、慣れたら楽しめるんじゃないでしょうか。じゃあこんなところで、ほんなまた。